ニー花マルシェの実行委員長も務めていらっしゃいます熊崎和代さんです。お願いします。皆さんこんばんは。よろしくお願いいたします。大隅花マルシェの熊崎と申します。今日はですね、皆さんに大隅を広めようということで、黒船のごとくやってまいりました。ということで、これは私たちの大隅花マルシェのロゴでございます。こちらはですね、大隅の太陽、そして緑、そして海、水というところで、コンセプトは私たちの大隅を届けたいということです。先ほどで丸があったんですけど、4、4、5丁が表したいので、それをね届けたいということで、決めました。そしてこれが第1回目、ディナシティカノヤってあるんですけど、これ本当はひらがなでカノヤというこのね間違ってしまったのもあったんですけども、こういうふうに私たちはまず2人で立ち上げました。女性2人で立ち上げて、寝る間も惜しんで頑張って40店舗というところから始めさせていただきました。そしてこれは秋祭りと同時にやらせていただいて、この時に初めてイベントをする難しさ、そして大変さ、これ私たち続けていけるのかなというふうに感じたんですけども、終わってからの、快感というものはですね、ああやってよかった、もう一回したいっていうふうに思いました。そしてこれ私たち頑張れるっていうふうに思ったのも、これがきっかけです。この看板も塗りました、全部、もう黒いのをベーって言いながら塗ったんですけども、そういうね夜中の4時ぐらいまでかかってやったっていう経緯があります。そして私たちがですね求めているのは、やっぱり出店者さんを大事にしたいということです。これは水戸さんって言いまして、編み物でですね、本当は路上で売ってらっしゃった方だったんですけど、その方をですね見つけて、すごい素敵だなと思って、この方を売り出すことにしました。そしたらですね、今ではインスタオンラインショップというところまで、今度はアトリエまでできてしまったということで、金屋にお金を落とすということのところではですね、素晴らしいなというふうに思っています。そしてこれが第2回目です。これはとっておきの音楽祭といいまして、障害のある人もない人もというところで、音楽祭をしているところと絡めていきました。私たちはイベントとイベントを絡めていって、そこに相乗効果を表すというところでやっております。そしてこのように人が集まるというところで元気が湧いてくる、人が集まるっていうところにはパワーがあるっていうふうに感じています。人が集まると笑顔もあふれます。そういうところで私たちはその笑顔のために、相乗効果というところで頑張っていっているというところです。そしてこれが3回目、こちらはですね、ツール・ド・大隅です。こちらの方、巡る大隅ということで、コンセプトをですね、考えてまいりました。私たちが求めるこのイベントとイベント、このイベントに参加してくれたお客様がですね、大隅花丸市で買い物をして、大隅を堪能していただくというところで、このようにですね、お客様が溢れ返ったという経緯がございます。県外の方もいらっしゃっていて、私たち旦那に付き合ってきたんだけど、こんなのがあってよかったわっていうふうに言ってくださってですね、本当にですね、奥さん方、子供のためにも役に立ったんじゃないかなというイベントでした。そして先ほどでモーン&ランの斉藤さんがですね、ツールドオスミって言ったらパリブレストだよねっていう企画からですね、このパリブレストを企画して、大隅花丸市でですね、斉藤さんと協力をして、パリブレストを作成をしました。これは大隅にあるものを使ってお土産にしていきたいということです。で、隣は塩パンです。先ほどの塩パンはですね、パン屋さんと一緒にコラボレーションをして、星の塩を使って、自転車の人たちの軽食に使わせて500個出たものです。そしてこちらですね、これ全部縫ったんです。私とデザイナーと縫ったんですけど、1個ずつ200体あるんですが、これ全部縫いました。これぐらいの人形を使ってですね、これは防災フェスと言います。ですね、鹿児島県と一緒、それからですね、フードバンク大島と一緒に、防災フェスをしました。防災を知ってもらうきっかけを作るためにこの防災フェスをしました。私たちが身近にある、危険なこと、それはなかなかそれは知ることができないんですけども、やってみて、これは自分たちが身を守らないといけないということを感じてきました。そしてこれが、初めてポッポマルシェ、大隅花マルシェというところでコラボレーションをしていきました。志布志にありますポッポマルシェがですね、初めて私たちと一緒にコラボレーションをさせていただいたという経緯で、こちらは1万人の集客があったイベントでございます。そしてこれが大隅ふるさと納税大感謝祭ということで、これとコラボレーションをしました。これはですね、4市5町が初めて一つになったイベントで、これをやった時に行政の人たちがみんな楽しかったって言ってくださったんですね。そこにはなぜ楽しかったかというと、人が集まったというところです。そしてこちらがクリスマスマーケットです。こちらは
大隅にあるアイナサンロでご存知ですかね、素晴らしいところがございます。そちらのまだ春川区にある上野というところでやりました。この上野小学校です。この小学校の土地を使って上野のおばちゃんたちが1日の、レストランを開きました。そのレストランに私たちはコラボレーションさせていただいて、このように体育館を使わせていただいてイベントをしました。外とですね、校庭も使いましてやりました。このように人が集まってくださったことで上野を知っていただくきっかけになりました。本当にこの時にはバスで足元まで買ったんですけど、来るお客さんに上野のおばちゃんたちがびっくりして、またしっくりやりっていう感じでやってました。そしてこれがメジャーの室ですね。私たちはこの機内の雑誌に載ったりとかですね、リップに載ったりとかですね、そして今日お配りしたプレスですね、大隅の楽しいところいっぱい載ってますので、これご覧になってください。そしてリビング大隅に載せていただきました。そしてこれが私たちのメンバーです。私たちは何が強みかと言いますと、女性5人でやっております。全員業種です。イベントの経験なんて全くありません。そういう中で私たちが何でやってるかというと、本当に思いだけです。さっき、言ってましたね、本当思いと感覚だけ、本当にやりたいっていう気持ちだけでやってます。そして今度の子ども記念日、てかさ2008年5月1日子どものためにやるイベントです。そして昔子どもだった人たちのためのイベントです。これに私たちは今命をかけてます。木曜日になるので命を懸けてます。本当ですよ、命を懸けてますよ。これ90店舗集めました。大隅ですね。そしてコンテンツです。ラフティーソフティーさんを見ました。そして元気不動産を見ました。そして地元にある子どもたちの場所を作りたい、ステージを作りたいということで、先ほどのフルートの宮内がですね、集めてまいりました。こういうコンテンツを代理していくイベントというものは、マーケットというものはやっぱりコンテンツが大事だと思います。そのコンテンツと絡めてこれからも私は成長していきたいと思います。ありがとうございました。大きい元気ですね。女性の力が、ね、大きいですね。すっごく行ってみたいイベントばっかり。もう直近5月の5日、子ども、そして子どもだった人、みんなですね、結局みんなさん楽しめるイベントということです。5月の5日、ぜひお出かけください。